ヒマルチュリは、ネパール領内のヒマラヤ山脈の一部をなすマンシリ、ヒマールにおいて、二番目に標高が高い山。八千メートル級の山の一つであるマナスルの南方に一致している。手法は、東方、西方、北方の三方がある。表記は、二語に区切って、ヒマルチュリとされることもある。ヒマルチュリは、五百メートル以上のプロミネンスがある山を対象とした場合、 世界で18番目に標高が高い山である。またヒマルチュリは、ふもとから垂直的に切り立った巨大な岩壁も大きな特徴である。例えば、ヒマルチュリは南西のふもとを流れるマーシャンギ川から7000メートルもそそり立っているが、川と峰の水平方向の距離は27キロメートルしかない。頂上を目指す準備調査は1950年と1954年に、 行われ、最初に頂上を目指した1955年の試みは早々に失敗に終わった。1955年に登頂を試みたのは、ケニア隊であった。日本山岳会は、1958年に土範ルートを探索する先県隊として、金坂一郎と石坂章二郎を送った。翌1959年の日本隊は、村木淳次郎を隊長に、 松田祐一、石坂章二郎、田辺久志、武田博史寺、山野井武雄、住吉千なり、木村勝久で編成され、松田、石坂が頂上を目指し標高7400メートルまで達したが悪天候に阻まれ、登頂を断念して撤退した。日本山岳会は、翌々年に次の遠征隊を組織する方針を取った。最初に登頂に成功したのは、 1960年の慶応義塾大学山岳部 OB を中心とした、慶大ヒマラヤ登山隊であった。慶大隊は当初アンナプルナ第二砲、ついでダウラギリ第二砲を目標としていたが、1959年末にヒマルチュリ登頂を目指すことに目標を転じ、山田二郎を隊長に、宮下秀樹、田辺久志、中澤君正、村田茂、大森光一郎、 原田雅宏、河田全明、高志を治む、木村勝久で登山隊を編成した。頂上を目指し、南西側のシックル尾根をたどるルートを取り、まず西方と主方の間の暗部に上がり、そこに最終の第六キャンプを設けた。そして、5月24日に田辺と原田、ついで翌25日に宮下と中沢と、都合4人が登頂に成功した。この登頂では、 8000メートル未満の峰の登頂としては異例なことに酸素ボンベが使用された。なお、この登山の際にセルパ1名が自故死した。ヒマラヤンインデックスにはこの初登頂のほか5件の登頂が記載されており、さらに失敗に終わった登攀の試みが10件記録されている。一連の登攀はこの山の南側、南西側、南東側から、 様々なルートで試みられた。西方は主砲の登場にも挑んだ1978年の雪と岩の会による日本隊の二隊員が初登場を果たした。彼らは5月6日にまず主砲に登場し、ついで翌7日に西方の初登場に成功した。彼らは南側の道理コーラから投犯し、西方には東側からアプローチした。なお、 登山隊は西方への登山申請を行っていなかったことから、ネパール政府は登山規則を破ったとして3年間の入国禁止、5年間のネパールにおける登山禁止処分を下している。北方の初登庁は、1985年に北壁から登壇した韓国隊によって発達された。1986年には登庁を果たした日本大学登山隊4人の うち一人が下山途中に滑落して行方不明となった。ありがとうございます。